ょっと広島で、お友達とお昼からお酒いただきたいと思います。ハイボール乾杯。レモン入ってる。おいしい。ここが広島の福島町っていうところに、あるあきちゃんというお店で、見てください、このホルモンの天ぷらが有名らしくて、白肉、蜂の巣、千枚、ビチ、大白、チギモ、そしてレアな2種類、ヤオギモ、ガリ、この8種類全部頼みました。これから食べます。嬉しい。さあ来ました。はい。これ、まあ、半分ずつに、ね、切っていただいたんですけど、1、2、3、4、5、6種類かな。最初の多分6種類かな。これはですね、どうやって食べるんですか。これはですね、はい、ポン酢に、ポン酢、はい、ポン酢多分こちらですね、はい、に唐辛子をたっぷり入れて食べるんですよ、ね、そう、これ見てこの量。好きなだけ入れちゃってください。ただ一応ね、食べれる分だけご利用くださいってこちらにも書いてあります。書いてありました。ダーちゃんの食べれる量。じゃあちょっとなるべく、唐辛子ちょっと控えめでまずはいきたいと思います。こんなもんかな。こんなもんでいいかな。え、もうちょっとは。え、辛いの得意なんでしょ。私苦手なんですよ。あ、そう。じゃあちょっと最初はね。はい。食べられる分だけで。いただきます。いや、どれからいこう。じゃあ白肉いってみよう。ちょっとどんな感じの、全く想像つかない。初体験でしょ。いただきます。あれ、なんかおいしい。なんか全然、なんかなんていうの、あの食感の全然、あの硬くないもんね。そうなの。ねえ、お酒が進むでしょ。おいしい。衣も美味しい。そうなの。揚げたてはね、またサクサクで美味しいよね。お、いったよ。いっちゃって。すごい食べやすい。なんか全然脂っぽくないね。そうなの、そうなの。天ぷらって私お肉だしと思うんだけど、うん、違うの。全然サクサクいけちゃう。そう、あのさ、昨日のお酒が若干残ってて、お昼から大丈夫かなと思ったんだけど、全然重たくない。美味しい。ハチノスいっちゃって。ハチノス、こういう感じ、断面がね。ねえ、ホルモンって感じするよ。いい音してます。お餅みたいな。あ、弾力あって美味しい。あ、でもちゃんと今みたいに、噛みちぎれるね。あ、ね、柔らかい証拠だね。本当だ。すっごい美味しい。あ、来ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、来ました。これは多分あれじゃない、レアな2種類ってやつかな、だってなんかすごく不思議な、さあ、白肉、蜂の巣いただいて、千枚かな、これかな、そういうやつだと思いますよ。してみます。分厚いね。分厚い。もう全く味のさ、イメージがつかない。どんななんだろう。いただきます。重い。部位によってね、結構違うんだね。伸びる。あ、弾力すごい。分厚くて贅沢。あ、おいしい。それ大白じゃない、白いから。ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。超美味しい。
言っちゃった。あ、これが一番弾力すごいわ。一番すごいんだ。うん、今までで。いい笑顔。お酒が進む。うん。待って。これかな？うん、そう。このちぎもね、脾臓だっけ。脾臓です。こんな分厚くてこんな黒いのね。黒いね。そうなの。ね。すごいね。姫様で。うん。うん。柔らかい。柔らかい。うん。あ、本当だ、噛み切れる。噛み切れる。うん。なんか。なんか似てるな。なんだ。ちょっと魚っぽいかな。食べたことないかな。魚っぽいの。うん。サンマとかのさ、ちょっとあるじゃん。白身のじゃなくて。なんだっけ。なんだっけ。何血。そうそう、わかる。血合い。血合い。美味しいよ。いいと思う。見よう。うん。あ、分かる。すごい分かる。ね、なんかレバーと、うん、レバーなかなかも。血合いの間みたいな。普通のホルト。すごいホルトも。まあ嬉しい、分かってくれ嬉しい。赤千枚。え、これがビーチ？うん。へえ、いただきます。そうだね。ちょっと飛ばしてたね。いただきます。はい。分厚いね。うん。うん。サクサクのいい音がするな。うん。うん。食べない。ちょっと。うん。うん。うん。この3つは弾力がすごいよ。千枚と大腸が。うん。弾力がすごい。うまい。さあ、出てきました。こちら、八尾肝。この黒い方が八尾肝です。すごい大きいから、ね、4つに切ってくれたよ。で、こっちが白い方がガリ。広島名物的な場所部位なんでしょ。多分レアだね。レアなんだって。見た目レバーみたいな。ね。うん。柔らか。うん。うん。うん。じゃない。何何。めちゃくちゃ美味しいよ。冷蔵。なんかさ。美味しい。コリコリしてる？なんかね。なんかもう見た目通りあのレバーみたいな。レバーみたいな。みたいなの。いや、柔らかっ、これはね、すごい柔らかい。めっちゃ美味しい。八尾肝です、こちら。もう今まで一番柔らかいかも。そうなんだ、だから八尾肝っていうのかな。あ、八尾。広島弁でね、八尾。柔らかいって八尾。そうそうそう。だからかも。そうかもね。美味しい。待って、そして。ガリさ、うん、ガリも初めて聞く。なんか不思議な部位だよね、これ。なんかちょっと脂っぽそうっていうかさ、白い、なんかお米みたいに見えるけど、出したらどんななんだろう。いただきます。レア部位らしいですね、この2つレアなんで。うん、いきます。いただきます。うん、うまい。パリッパリ。コリコリなの。コリコリで、ちょっとびっくりして前寄っちゃった。コリコリなの。コリコリね、プルプル。へえ、これコラーゲンな感じがする。何ってどういう部位なの。喉。喉すごい、なんかプリプリですね。喉なんだ、ここね。喉ってびっくり、ちょっとガップになってる。これがプリプリコリコリってちょっと想像が、なんかやっぱり分かった。なんかレアなだけあって、この2つすごい柔らかくて美味しい。そうなんだ、これ八尾芋とガリですね。はい、最初のこのね、6つももちろん美味しいんだけど、この八尾芋とガリはね、レアなだけあってやっぱり
すごく美味しい、柔らかいですね。素晴らしいですね、このお店。はい、あきちゃん、あきちゃん、ひらがなであきちゃん、広島県福島町にあります。はい、あの私もあの広電ですか、そうですね、乗ってきましたけど、あの私乗り換え間違えて190円を3回ぐらい払いました。何回間違えたんですか。皆さんもお気をつけください。すごい美味しいんでね、あきちゃんぜひ皆さんも来てみてください。はい、ではまた、さよなら。